春木義明春木義明明三37年12月17日は日本の司法官僚、検事総長、貴族院直選議員、大和国へぐり軍法流寺村出身、春木義道の次男、友苗林公平の弟子で、死が天中組の変に加わって処刑されると、その意志を継ぎ、1865年に京都に入って、死死と交わった。 1867年、和潮高角が倒幕の密直を報じて、高野山で挙兵すると大阪で軍備調達に当たった。翌年、戸場、伏見の戦いが起きると、高野山に駆けつけ、近畿奉行、兵糧奉行に任じられた。その後、大津伊藤総督となった和潮に従い、白川口軍務応接がかり、初期として各地を転戦した。 1869年、兵部省の命を受け、脱走が相次いでいた十津川郷氏の陳部に当たった。五条県や奈良県の地方官を経て、1873年からは司法官に転じた。累進して、1892年に検事総長に就任した。1898年に東京高層委員長に転じ、1903年に休職を命じられた。 翌年、貴族院議員に直選されたが、ほどなくして死去した。ありがとうございます。